げてます。はげてます。はげてます。もう書いたん？書きました。見てください。スーパー輝く。私は、はい、もう決めてんねん。なんて書くんですか？売れる。間違いない。一番、一番大事ですから。感謝よ。締めやん、締め。感謝を何語で考えるの？何にしようかな。だってもうヒンドゥー語やって、どこ行くっけ？なんかローマ。これなんや？ちょっと待って、公園ですって書くわ。久しぶりにね、ナンバラなんです。ナンバラ、え、D、E、O、O、S。シンプル、Thank you! ちょっと、着替えなあかんし、36分。ちょっと急いで、ショールームして、さっと着替えて、お手洗い行ってって感じで、よろしくお願いします。髪は切ってないです。ヘアレンジしたから、短く見えるだけで。どこが一番明るいやろ。バツパしたんですけど、あ、そう、私の、話を聞いてください。肌荒れてるんですよ。私、M1 見ましたか皆さん。私も見てたんです。お話し会のね、あの隙間時間あるんですけど、15分ぐらいの休憩時間の時にすぐに TVer でうわーってみんなで見て、私本当に令和ロマンさんが去年の敗者復活戦で令和ロマンさんを知って、そっからめちゃめちゃハマって YouTube とかあのオフィシャル YouTube やってはるんで見てたんですけど、好きです。4つもいりますか、うん、眠くなってきた。そうですね、そうですね。まあでも冬なので風には気をつけつつ。やばい。あ、何？何が？風に気をつけつって言われた。あ、R1 ほんまにいいです。R1。どっち？どっち？どれ？どの？飲む方の。からしたら地雷。やばい、何言っても出てからこっち一回戦敗退の全部地雷や。今日ほんまや。いやあれ1年間ネタ使えたからNNN 抜けたの日よ。私だけ1回戦敗退でしょ。1年間使えた。めっちゃおもろい。すごいよな、裏切らない。めっちゃおもろい。そうです、そう、令和ロマンさんが好きで YouTube でずっと見てたんで。眉毛って言われてるの、これ。クリスタルさんも本当に面白かったですし、マユリカさんも面白かった、皆さん面白かった、皆さんお疲れ様でした。はい。で、昨日オンラインお話し会も全日程終了いたしました。おぉ、すごい、シカとサンタありがとう。これ、クマすごいね。ありがとう。レイコちゃんが決めたね。そう、私が。すいません、ロウソクちゃんです。酸素吸わないとちゃんと。え、そう、私眠くて寝てるはずなのに、そう、鼻と左ほっぺのニキビがすごくて、今まで肌荒れたことなかったのに、あんまりこれといったで、牧場さっき書いたんで、習字また見てください。嬉しくて、YouTube で素敵生配信もされてて、今もされてるのかな、見てました。アスリートが倒れたっぽくて。だから、あれだ、なんだ。あの、肌荒れに効く塗り薬などあれば教えてください。お願いします。こんにちは。いや、おもろいね。で、私テレビの録画、その時あの話し会の会場にいたんで、でも前録画してくんの忘れたと思って、お母さんにお願いしたんですよ。 M1 録画してください、お願いしますって。
LINE して、で家帰ってウッキウキでつけたら敗者復活戦しか録画できてなかった。応援だぜみんな、出てください。ありがとう、待て、その前に書いてください。どれで書いた？それが半紙？あ、それ袋でした。この、ね、中に半紙入ってました。はい、ずっと大変大変大変、めっちゃ書きにくかったです。カピカピで。カピカピか、筆先回るやつ。なんで、ね、誰かハンドクリーム持ってない？チキンありました。お弁当と一緒にチキン置いてありましたよ。よいしょ。これマジかわいい。それな。次の期待それな。ちょっとめっちゃ目乾燥する。やめてそれ。今日から売れない。売れなさそう。売れなさそう。ちょっとハゲ隠ししとこ。ここ。この横の毛引っ張られて毛が薄いです。え？いやもうカピカピかーしたらいいよ、うん、ここに。明るくなれ。画面明るく、どうやってすんのやろ、これ。これか、これで明るくなったかな、画面。え、なんか明るくなった、白くなってもった。違うな、これか。これはこれでフィルターで明るくなるかな。そんな感じでクリスマスっぽいことはしてないです。してないけど、チキンとシュークリームとケーキ置いてありました。公園終わり食べる。赤にゃんこサンタさん、なにそれ。だからこれ今フィルターつけてて大丈夫なんですけど、みんなも気をつけなはれや。あ、今日20スイート発売日です。ぜひともツタヤ恵比寿橋店さんで予約していただくと私のポストカードがついてくるので、もしポストカード興味ある方はぜひそちらの方で予約して購入していただければと思います。はい、ありがとうございます。購入します。ほんまですか。気が向いたら購入します。気が向いた、気が向いたらは行動に移さない人の。オッケー、売れる。売れるで、売れましょう、来年も NLB 売れるで、頑張りましょう来年。はい、NLB に書いたから。いいですね。HMM って書いた？書いてなかったです、名前だけ。はい、にしました。ご飯食べた、私も食べた。あのわなかのたこ焼き明太チーズ食べました、お昼に。美味しい、明太チーズほんまに美味しくて、あれなんか期間限定っぽくて、いつまでなんやろ。めっちゃ美味しいから食べてね。もし劇場ほんと斜め前にあるから。ごめん、目悪くて。ミリクリ食べな、ちょっと早めにナンバー来て。あ、でもあとちょっとか、時間ないか。混んでる、土日でも今日月曜日、でもあんま今日混んでなかったね。はい、あんまり混んでなかった。お疲れ様です。なんていうか、なんですか、なんですか、喋ってありますよ。マネージャーさんでした。ケーキ食べてない、ケーキあんま食べないんだよね。え、ね、今日人多いよね、ナンバ。クリスマスだから多分どこも人多いんじゃない。ナンバも梅田もそこら辺人気なところは全部
ユニバーサルスタジオジャパンとかもジャパンって言ってたけど人も多そうだね。クリスマスにユニバー行ったことないだからわかんない。人多いの苦手から混んでるし。ごめんごめん、画面固まっちゃったね。あ、どうしよう、動いてるかなこれ。まあいいや。マネージャーさんが持ってきてくださりました。20スイート2024ジャニュアリー、ありがとうございます。嬉しい。このそうそうたる豪華なメンバーさんの中にオラの名前もあります。すみの若菜って言います。私今日初めて見ます。漏れてるかな、いい顔できてるかな。この時ちょっとウルフ気味やったんですよ。めっちゃレイヤー入れてた頃に撮影したから、なんかそのヘアアレンジも、ヘアアレンジっていうか、うん、なんやろ、レイヤー生かしたヘアアレンジしてくださって、身長ちっちゃわかな、こんな低いの、なんか自分の身長旗から見ることないんで低いっすね、背が。めっちゃいい。なんかね、振り袖が、めっちゃいいやん、やばいって。ちょ、みんなお願いゲットして、こんな可愛い、お願い、こんな可愛い見てくれ、頼む、可愛すぎるやろ。自分で言うのはあんま気持ち悪いですよね、ごめんなさい。めっちゃ漏れてるんで、でもぜひね、めっちゃ可愛いですよ、顔が。見てください、振り袖もちゃんと可愛い。いつもやん。あ、いつもやんですって。絶対思ってないです。笑って出て行ったんで絶対思ってない。マネージャーさんです。でもほんまに何ですか、この20スイート、振り袖だけじゃなくて、今何分ですか、ちなみに。やばいかも、私時間 49? ちょっと待って、着替えてくる。みんなバイバイ、閉めるわ、とりあえずバイバイ。みんなあと10分で着替えれる自信ないし、私。まとめると、振り袖だけじゃなくて、その綺麗なホテルで撮影もしていただいたんで、そのワンピースを着させていただいたんですけど、緑色のめっちゃ可愛いんで、それもウルフっぽくヘアセットもしていただいて、ちょっとかっこいい目なので、ぜひゲットしていただければと思います。ごめん、急ぎ足になっちゃったね。急いで着替えるね。歯磨きしたからお手洗い行って着替えます。急いで着替えるね。じゃあランキング見します。これやな。13位ジョセフさん、ありがとうございます。12位ケイタンさん、ありがとうございます。11位カタヤン、ありがとうございます。10位みぞっちさん、ありがとうございます。9位エイジさん、ありがとうございます。8位マカダミアさん、ありがとうございます。7位マルくんさん、ありがとうございます。6位野原しんのすけのすけさん、ありがとうございます。5位茶太郎さん、ありがとうございます。4位ねえさん、ありがとうございます。3位 PP さん、ありがとうございます。2位松さん、ありがとうございます。1位ほのかちゃん、ありがとうございます。ごめん早押しになっちゃって、でも皆さんのこと本当にLOVE ラブです。ウニテンテンの方もね。アンケートも本当にめちゃめちゃ真面目に答えさせていただいたので、いつも真面目なんですけど、ほんまに漏れてるんで、早く皆さん手に入れていただいて、皆さんのご両親とかに見せてください。待って、ちゃうわこれ、私以外も皆さん可愛いんで、私以外のページも絶対に見てください。めっちゃ可愛いねんけど、皆さん大人っぽ、可愛い、皆さんがね、ほんまに顔可愛いですよ皆さんって感じで